島岡吉郎って人がいて、はい、総計だけに曲げると怒っちゃって気が狂っちゃうぐらい怒っちゃう。2時か3時の時にイエーイイエーイって声がしたら全員起きろミスターパーフェクトマイハラ、今日も素敵なゲストをお迎えいたしました。はい、来てくれました。はい、黒沢克己さんです。はい、広沢さんは、はい、あの僕も巨人で一緒にあのプレーさせてもらってるんで、非常にトーク力もあって、はい、力を持ってるんで大丈夫です。マキさんの足元にも及びません。大丈夫です。もうここは違うから。ね、広沢さん、なんと今日はもう本当に、大学野球の中継があって、そうですね。それがなんと延長になる、はい、まさかの延長。12回12回まで行って。はい、ということで、ヒロさん、じゃあ今もそっちの方の大学野球の解説も含めて、幅広い仕事をしてるんですね。幅広くはないけども、アマチュアの世界にいる時間が長いかな。ははは。中学生の硬式野球の、まあ、団体の役員もしてるので。はいはい。あ、ありましたね、なんかね。うん、まあ、そんな大きなとこじゃない。それ、まあ、ポニーっていうところなんだ。ポニーリーグの監督でした。うん、あ、じゃあ、理事長。あ、そうなんだよ。やってるんでね。理事長ですよ。うん、でまあ大学も教えてるんで、アマチュアの方が多いかな。はい、結局そういう関係をしっかり持ってるから、うん、やっぱりアマチュア球界からもそういう解説だとかっていうことでオファーがあるってことですかね。まあ、まあ、解説はまあほとんど遊んでんだけど、あのアメバっていうやつで、アメバ TV よね、アメバでね、うん、あのニコニコ動画みたいにずーっとコメントが結構来て、はいはい、しかもそのコメントフィルター荒くてさ、どんどん来んねん。ヒロさん、お前飲んでんのかとか。で、俺が走塁のことちょっとって言うと、お前ヤクルト時代の走塁どうだったんだよとかのさ、どんどん来んだよ。もうね、それ分かります。僕がバントをあのいろいろ言うと、お前できねえじゃねえかって言われるのと一緒ですよね。どんどん来るんだ。そうでか、うん、まあまあ、でもそういうのも含めて、そういうのに一つ応えられる仕事っていうのは楽しいんですか？楽しいね。あ、まあ、もちろん応援 メッセージも来るし、冷やかしも来るし、またすごい面白いこと、わざと受け狙いのコメントも来るんで、はい、それを喋りながら、だからね、ちょっと野球中継とはちょっと違うような感じですね。あ、まあ、でもその中継をしっかり見てる人っていうのは、例えば明治と、ね、うん、法政出身の頃だね、はい、明法戦というのかな、うん、まあそういうのの人たちも真剣に見てる人たちもいるから、いるいるいる、そうそう、ふざけんなってくるわけです。結局さ、なんか普通の地上波のテレビ中継の概念ってみんな持っちゃってて、はい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 、こっち喋っててずーっと明治応援してると法政の方から文句くるわけじゃん、はいはい、中立でやれって言われちゃうんだ。中立なことやりませんよってもうコメントに返してるんだよ。あ、なんで中立でやんなくて法政の応援なんかできるわけないだろうみたいな。なんで俺が法政の応援するんだよって言いながらコメントとこうやり合ったりして、いや、でもやっぱり気になるもんですか、やっぱりその例えば明治出身のプロ野球選手も含めて応援もするし、明治大学が優勝しそうだと思ったら気になるとかってどうなの？今日たまたま明治が優勝したの、今日。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。何期ぶり？6期か7期ぶりかな。いや、ってことはもう感動のシーンが、いや、でももう随分そのアメバもやってるんで、はい、まあでもみんなやってる選手、知ってる選手だから、なんか不思議な感じだよね。もしくはポニーリーグから知ってる子たちももう明治に行かせたりだとか、そこまでまだまだポニーの選手っていうと、例えばオリックスの宮城君だとかさ、はははだからポニーの選手が出てくるとやっぱりプロ野球を応援するけど、はい、こう大学はそんなにないんだよね。6大学はね。ヒロさんたちの時ってその明治ってまあ当然受験も受けてないですよね。受けるわ、裏口じゃない。もう俺のさ、後にさ、なんかお笑いの誰かがなんとか、なんとか、なんでやかんね、なんでやかんが明治だったんですから、みんな変なこと言い出すんだけどさ、俺は真正面から言ったんだから。あ、そうっすか。裏口はいないよ、誰も。いや、僕ね、ヒロさんの IQ の高さ俺分かってるんで、そんなことないんだけど、
当然その漢字で名前かけたら合格とかいうことは冗談で言いましたけど、もう普通にじゃあ明治やっぱり6大学やりたかったんですか。一応本当ね、俺の高校3年生の時に小山高校出身の人が早稲田で、はい、やってたの、呼ばれてた人がいたんで、はいはいはい、まあ、小山高校黒田っていう人がね、はい、甲子園出て行ったんで、はい、黒田さんの誘いもあってちょっと早稲田のセレクションを受けに行こうと思ったの、はいはい、セレクションっていうのはまあプロでいうとプロテストみたいな。そうですよね、うん、で私もまあ結局セレクションで合格して明治に入るんだけども、だから裏口じゃないまあ試験は受けたってことですね。試験はで早稲田のセレクションの前に明治のセレクションがあって、はい、本命は早稲田だけど、でもほら田舎もんだからセレクションってどういうのかわからないし、はい、雰囲気もわからないし、ちょっとほら明治でセレクションを受けて、はい、合格してもどうでも受けてこの場を鳴らして本番に備えようと思ったの、うん、ありがちな発想でしょ田舎もんの。まあまあまあそうですよね。ところが行ったら最後だったね。はい、というのは一応脅かされて、早稲田のセレクション受けた瞬間に明治はダメになるよって。ああもう そうだな、その向こう分かってるんですよね、その心理をね。心理ね。すっごい。でもさ、あれ俺明治合格してんのと思っちゃってさ。はいはいはい、なるほど、ね、でも欲しかったんですよ向こうはね、今思うとね。いろいろ葛藤して、まあ、その前にも当時大谷っていうコーチがあってさ、はい、その人ももうすごくこう言われたので、まあ、その電話かかってたのはマネージャーなんだけども、はい、マネージャー合格のその是非をこう電話してきたのマネージャーで合否をね、そしたらそのふうに言われたから、もうすぐにじゃあもう受けませんって。あ、じゃあ行ってないんだ。早稲田行かなかった。早稲田行かなかったで、ね。でも阿部寮まで行ってちゃんとなんかこう書類を提出はしてんだよ。阿部寮っていうのは早稲田の寮のこと。はいはい、僕行ったことありますよ、あそこの阿部寮。やっぱり行こうとしたの。取材で行きました。取材で。はい。斉藤佑樹の取材で。あそこでインタビューさせてもらいましたよ。そうなんだ。でも今ヒロさんがですよ、人生の中でそこで明治でよかったのか。早稲田行ってたら、まあ、早稲田の人から情報も聞くじゃないですか、うん、あの当時のこう、うん、人たちからしたらどうだったんですかね、うんうん、まあ、結論から言うととんでもないキャラの立った島岡吉郎って人がいて、はいはいはい、この人に出会えたことが良かったかな。あ、もう逆に大変だったけどってことですか。大変だったけどね、はい、1年生の頃は、はい、1、2年生の頃は大変だったけど、うん、でもすごかったね、すごい人だった。まあ、もちろん昭和じゃないとそのなんかまかり取らないことがいっぱいあって、はい、まあ、その話を今こうやって聞いていこうとすると流せないような話になってきちゃうわけですか、これ。今はそうだよね。いいんじゃないですか、昔の話だから。あ、でもいろんなもう早稲田と慶応にこう負けると大変で、うん、でたまにね、たまに、うん、その俺らは親父って言ったら、本当は監督の前では監督のこと監督って言うけど、俺は恩太って言うわけだ。恩太監督ね、はい、でも選手同士では親父どこにいるってこう親指されて、親父どこにいる、はい、親父どこだっていうぐらいなんだけど、たまに監督があいつは早稲田とか慶応落ちて明治来たってやつがいるわけだよ、はいはい、やっぱり当時は、うんうん、そういうやつはかわいそうでなかわいそうで、はい、バレちゃってるわけですね。なんかどっかで耳聞くんだろうな、はい、だから俺も早稲田に第一志望だったなんて死んでも言えないよ。だからヒロさんは志望届まで出したのにっていうことはもう絶対言えない。言わない言わない、もう死んでも言えないよ。もうそんなことあったら多分今なかったと思う。そういうちゃんとした色分けするわけです。あいつはね、慶応行こうとしたんだよ。ミスした原因がさ、母校愛がないみたいなことまで言われちゃう。そうなんだな。いや、俺本当に、まあ、プロ高校から入ってもう世代同じなんで、はい、多分俺六大学どこ行ってても、うん、広沢さんとやってるかもしくは一緒のチームになってる可能性もあるんで、絶対俺みたいにこうぬるま湯の男は入ったら多分2年ぐらいで逃亡してると思うんですよ、うん、だから行かなくてよかったなと思うんだよね。当時ファミリーってよく厳しいところもあるけど、はい、柔らかいところはファミリーっていうんだけど、はい、
ファミリーは法政ファミリーだったんじゃないの？法政ファミリーなんだって。宇津井さん、しおりちゃんのところが法政大学。はい、法政大学。あ、そうなんですか。ファミリーって聞いたけどね、当時ね。でもあんまり強くなかったでしょ。いや、強かったんだよ。強かったんですか。3番西田、4番小早川、5番木戸って言ってさ、木戸さんがいて、はい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 、もう完全に PL 学園の並びがいったわけだ。ドラフト1位だった池田さんもいたし、で川端さんもいたしさ、で左の西川ってやつも覚えてる。西川同級生です。で、はい、西川もいたしさ、あ、誰げたっけな、ピッチャーもうとんでもない。若いとかあの辺もです。若いもいた、はい、若いはピッチャーじゃないけどね、うん、野手で、で、はい、キャッチャー畑慎二。ああ、畑さん。同級生じゃないですか。同級生。畑慎二。畑ちゃん。すっごいスター軍団だったよ。うん、じゃあその当時、あの、だってあの当時、ジャパンでさ、ヒロさんとか武田さんとか選ばれてるじゃないですか。俺が2年生の時に木戸さんらが4年生で、全盛期で。だから、一期があの、田口さんだとか、山本浩二さんだとか、はいはい、山中さんだとか。法政大学の、ね。これは1期で、その次に江川さんが第2期で、うん、第3期黄金期って言われてるんだよ、その時代ね。ってことは、ヒロさんはもう、倒せ法政っていう感じなんですか。監督はね、法政とかさ、例えば東大に負けてもそんなに怒んないんだよ、はい、優勝できなくても。でもね、総計だけに負けると怒っちゃって、気が狂っちゃうぐらい怒っちゃう。もう帰る、もう途中で走って帰れとか。いや、走って帰るとかじゃなくて、神宮試合終わるでしょ、はい、そうするとみんな、あの当時は電車で来てるんで、うん、もう電車すぐ乗って監督が車で帰るわけだよ、あの、はい、調布市の筒井岡っていうところになって、はいはい、明治はそこに帰って、またダッシュで帰って練習で、夜の10時とか11時ぐらいまで練習するんだよ。で一回終わるの、はい、そうそう、2時とか3時ぐらいに、って泣いてる声がするんだよ。寮で、はい、もう上級生知ってて、早慶に負けるとどんなことが起きるか大体予想があってついてる、はいはい、俺ら下級生初めての時何かわからないの。消灯者消せって言って11時ぐらい消すんだけど、2時か3時の時にイエーイイエーイって声がしたら全員起きろってバーッと2時3時起こされて、うん、そこからまだ練習だよ。そのいえ島岡さんが、うん、もうまた思い出してイエーイってなってるわけですか。もう負けたことにほら2度も3度もこう組んだらな、そこから練習。すごいですね。でもね、そうすると朝5時とかそのぐらいに明るくなってきて練習してると、そうするとこの太陽が出てくるわけだ。まあ、そうするとみんなでご来光様、ご来光様、ご来光様。その後校歌を歌って神宮に行くわけだよ。はい、まあ11時、第1試合だったら11時ぐらいでしょ。うん、あ、10時か。で、はい、選手ほとんど寝てないんだけど、はい、だけどさ、勝っちゃうんだよね、そんな時こそ。ほー、これが明治の人間力だってやつだな。あ、勝っちゃうんだよね。でもすごいな、そん、え、そんな思いでやってるっていうことをスタンドで見てました。いや、なんかあの法政でやっぱり法政応援しているじゃないですか、うんうん、明治めちゃくちゃこう厳しいみたいなことを、うん、厳しいよね、の今の話聞いただけで もうゾッとするじゃん。てて、うん、なんか具体的に何個かっていうよりも、ね、とにかく厳しいっていうのは私たちの代でもすごく言われていたので、多分もっと本当にすごいことが。でも昭和の時代だよ。でもヒロさんが今その人と出会えたから今があるっていうのはまたこれいい話で、今島岡さんが聞いてたら、音体聞いてたら、もう今おやっと上がったか、ヒロさんはとか思ってますよね。もうお墓周りは欠かせないし、 あのね、本当ですか。やっぱり今の子にないものを私たちが経験したことの一つに理不尽、うん、理不尽なことはとんでもなく経験したね。ありますよね。理不尽。最初に今18歳とか19歳で経験しとけば、もう免疫がもうできちゃってるから。だから大したこと気にならなくなる。気にならないよね、理不尽ね。あ、なるほど。それも教えなんですかね。いや、あのよく怒られたのは、まあちょっと大学時代でこう目立ってきたときに。なんかすると、ここはね、プロの養成所じゃないんだっつって、ああここはちゃんと教育して社会にその人材を派遣する場なんだよっつってさ、うん、てめえでかい顔しやがってって、俺はじゃあ物理的にでかいのかな、はい、分かんないから、おいっつって
回倒すんだ。ヒロさんもね、あの、まあ、そこそこのサイズがあるんで、はい、そうそうそう、俺と清と清原とヒロさんとかもう俺がいて、うん、みんな同じぐらいですよ、ね、松井秀喜と、ね、松井と4人で誰がでかいんだっつってあの巨人時代そんな話をしてた思いが今よみがえりましたよ本当に。でも厳しいですけど、うん、すごい出会えてよかったと思いますよ。あ、まあ、だから教育という点では、まあ、理不尽さもあるんだけれども、うん、やっぱり刺さる部分っていうのはすごく愛情がある。愛情が、愛情がね、はいはい、うん、あの今の人がないっていうわけじゃないけどすごい愛情が強くて、はい、うん、もう4年生には必ず何かこう試合が終わった後に何か物を食べさせたら必ず食べさせてる。このアメとムチがうまいんだな。もうそれも完全に星野さんに伝わってますよね。もう星野仙一さんと仙ちゃんもすごい。でももうあの体格好は違うけど、その阪神に来た時に姿がさ、はい、姿、星野さんは伝えるんだけど、もうもろ音体だったもん。音体やわ。生き写しがこう来てるわけですね。あの甲子園で途中でこう雨降る時があるじゃない、はいはい、そうするとあのこうくるくるくるって屋根出てくるじゃない。出てきますね。これね、屋根出しちゃダメなんだよ本当は、うん、あの星野さんの時は。でもそんなの阪神の選手知らないからさ、雨降ってきたらさ、ダダダダダダダって屋根出しちゃったんだよ、はい、くる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 って、うん、もう怒っちゃって。その島岡監督は雨降ってきた時に選手が少しでも後ろ下がると敵に背中を見せたって、てめえ背中見せるバカがいるなって怒られたら、もう雨降ってくるとみんなで来ないみんなで出んのよ。なるほど。だから星野さんもそのタイプで、雨降ってるからって後ろへ引っ込んだら怒っちゃう。何こめだーっつって怒るんだよ。あのバーッ、ちょっとこれくるくるくるってやると、はい、ベンチがねこういうふうに傘がこう出て濡れないようになるんですよ、はい、逆にもう濡れながらでも前にこう、そうそう、前のめりで前のめりで成長このイズムっていうのがやっぱり継承されて、星野、うん、さんもあの感じで、そうだね、このアメとムチがすごいもう優しいんだよ普段、うん、僕らも全然ね、あの明治とか中日ドラゴンズの監督なんであれなんですけど、普段会うと僕らにはすっごい優しいんで、うん、星野さんがですよ、はい、ですからいろんな話っていうのがやっぱり伝わってくるのがアメとムチという、うん、その聞きましたけどね。まあユニオンも来た瞬間に星野さんも変わるよね。はい、来た瞬間に、まあ、ひどすごいかぶって見えたね。ああ、これは面白い話だ。下級生時代は練習の辛さや人間関係から何度もやめようと思ったことがあると言いますが、先輩の平田勝雄さんが悩んでいる広沢さんを部屋に呼び、そばなどをご馳走し、うん、食べたら町にでも遊びに行ってこい、夜まで帰ってこなくていいぞと気を使ってくれて、はい、うん、広沢さんが涙が止まらなかったという話があります。確かにそんな話ありますよ。阪神で今2軍監督やってて、そうそうそう、平さんいくつ上ですか？1年の4年。1年4年。あ、一応の先輩で。あ、じゃあもう普通だったら話も、まあ1年4年だから逆にこういろいろと悩みを聞いてくれたんですかね。悩み聞かないよ。聞かない。聞かない。大概さ、まあ、平さんのいい話は今のいい話でしょ、はいはい、それは確かにあった話なんだけど、大概平さんってキャプテンなのね、はい、今日は無事で終われたって時、はい、その時にパパって平さん来て、いいの、こんなんでいいの、明治の伝統守れんのかよって言って火つけて、はい、ってこんなんでいいの、こんなんで君は何やってんだって言ってさ、下級生でさ、もうそこら中つついてスーッて帰るわけだ。こういう人だからね、煽って通って、まあ、チャッカマンですねチャッカマンどころじゃない、ね、じゃあもう本当に2軍の試合見て監督のこと見たら、うん、チャッカマンだと一回ね、まあいい話はあったんで、ね、すごくね明るくて、はい、僕らなんかもう一緒にプレーしてるんで非常に明るいイメージしかなかったんですけど、うん、まあ、そういうところがあるんですね。ちょっと僕部屋ごっていうか最初に一番最初に1年生で寮入ったんで、はい、最初にやる仕事が朝平田さんを朝の5時半に起こしに行くっていう、はい、でその時必ずヤクルト2本持っていくらしいなって。平田さん長崎出身なんで、長崎のオーナーがやっぱり、あ、ヤクルトのオーナーが長崎出身なんで、はい、
多分ヤクルト好きなんだよ。ヤクルトにもお客さんっつって朝5時半にうっす俺はまあでもその頃からヤクルトの縁はあったと思ってたなるほどね、はい、そして大活躍へのスタートを切ったきっかけなんですが、うん、コンパク戦あの明治大学では紅白戦のことをコン、うん、のコンパク戦と呼ぶんですけれども、うん、このメンバーに入れなかった広沢さんが先ほどお名前ありました島岡さんの横で監督用の焚き火と焼き芋の当番をしていたところ、うん、島岡さんからお前打ってみろといきなり代打に指名されたというふうに出ています、うん、でここで階段を飛ばしまして即ベンチ入りが決まったという、うん、その1年生の時ですか。いやあのね1年生の時はほとんどもう裏方の仕事ばっかりなんだけど、はいはい、まあ、その前になんで明治はコンと白よくさ紅白線って言うでしょ、うん、赤白で赤白でしょ、うん、赤コってほら糸辺にえってことじゃない、うん、これね、ワスナカラーがこれなんだよ、これ、はい、だからこれ大嫌いなんだ、これ、うん、なんでだからコンパク線そこから来てるわけだ、まあ、コンパク線だ糸辺にあの甘いじゃないけどあ、こうねあれになっちゃったわけですね、コンがコンパク線、うん、コンなの、うん、甘いのか、そう甘いですね、糸辺に甘いじゃん、だから紺色の帽子と白色の帽子戦うんだけども、うん、ずっと干されてて、うん、俺はだけど、あのずその火の当番をしてたり焼き芋焼いたり俺茨城焼き芋焼いたりあの茨城の出身なんで茨城県ってさつまいも名産なんだよ、はい、あの鹿児島県って言うんじゃない、はい、だからさつまいもに行くんだけど、うん、だけどあれはね金賞っつってあれな焼酎に変わるんだよ、うんではいはい、みんなが食べるさつまいもは茨城県が一番生産多いんだよ。あだからまあそこでこう火の番をしながら、はい、ちょっと打ってみろっつったら、うん、そこで頭角を現してそうなんだよ、あ打っちゃったんだよ、でそこからベンチに入ったということで、俺なんかもうヒロさんなんかもうあの普通にあのエリートコース歩んできたと思ってるから、うん、そうじゃなかったんですね、不遇の時代もちょっとあったんですね。そうあの監督あの島岡さんってなんか一生懸命こう裏方やってたりなんか人が嫌がることをやるとその人をこう光があってすぐにお前なんかやってみろってこうピッチャーのピッチャーしろってすごくチャンスを与えた人なのね。すごいことその歌詞レギュラーでもポーンとやらしたらさって出されちゃうような大学だったんだけど、なんか面白い教えがすごく詰まってるんだけどな、はいはい、うん。